どうも、すがちゃんです。現代ではポイントガードが多く攻めるようになりました。しかしビッグマンの安定した得点源は必要です。それにはビッグマンもいろいろなスキルを身につけなければなりません。ビッグマンのスキルとはもちろんスリーポイントも必要ですが、フックシュート、フェーダーウェイ、アップエンドアンダーなど基本的なセンタープレーも必要です。自分の得意なプレーを見つけ練習を重ねることが大切です。今回はビッグマンのスキルアップを目的にするため、ゴール付近からの練習、ハイポストからの1対1をやります。それでは見てみましょう。このように彼らは自分の得意なプレーや自分の体を生かしたプレーを基本に攻めていました。結論、得意なプレーを見つけ多くの練習をし高確率で決めれるようにしましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。サンキューな。